皆さんこんにちは、料理研究家の水野亜希です。今回は子供でも食べられるチーズトッポギを作ります。いただきます。はい、最初にボウルにトッポギを入れます。お水を入れます。で、このまま10分程度放置しておくとお餅が柔らかくなってくれます。ごま油を入れます。しめじを入れます。今回もカット済みのものを使用しています。長ネギを入れます。ウインナーを入れます。実は子どもたちがウインナー大好きなので多めに入れます。次にさつま揚げを入れていきます。すりおろしニンニクを加えます。炒めていきます。今回ごま油で炒めているんですが、ごま油は韓国料理と相性がいいので風味が増してとっても美味しいです。そしてごま油は悪玉コレステロールを減らしてくれるオレイン酸がたっぷり含まれているので体にも嬉しい効果がいっぱいです。水を加えます。みりんを加えます。鶏ガラ顆粒を加えます。ケチャップを加えます。お醤油を加えます。メープルシロップを加えます。で、メープルシロップを隠し味に入れると甘みが増して一気に子供受けする味付けになります。で、最後にコチュジャンを入れるんですが、味見をしながらお子さんと相談して量を調整してください。はい、聞こえましたでしょうか。後ろでは子供たちが大騒ぎしております。毎日とっても騒がしいです。はい、次に水切りしたトッポギ餅を加えます。そして煮詰めていきます。トッポギは日本のお餅と違って粘り成分が少なく溶けにくいので、少し火を通しすぎてしまっても安心です。次に顆粒片栗粉を加えていきます。うちではとろみちゃんという商品を使っているんですが、今はどこでも大体スーパーに置いてあります。顆粒片栗粉がない場合は水溶き片栗粉で代用できます。最後にピザ用チーズをたっぷりかけていきます。蓋をしてチーズが溶けるまで待ちます。はい、チーズが溶けたらお好みで青ネギと煎りごまをトッピングしていきます。チーズトッポギの完成です。せーの、いただきます。さあ、どうかな。おいしい。どこの国の料理でしょう。名前何。チーズトッポギ。外国です。正解。何？だからもちもちなんだよ。うん、うまい。